こんばんは、元男の子の青木かのんと椎茸頭の渡るです。本当だちょっと切ったんだけどね。ということで今日はですね、画面のこの中央にある、はい、こちらペヤング超超超大盛りギガマックス納豆キムチ味1875キロカロリーを2人で仲良くですね食べていきましょう。めっちゃ美味しそうじゃない？でもねこれやばい、1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがあります。だってすごいよね、大盛りシリーズあるじゃんペヤングいっぱい、うん、厚さ2倍ぐらいじゃね。あ、そうだね。そうだよね、うん、実はねこれ食べたことあるんだよ。このシリーズはないんだけど、スタンダードの一番最初にこれが出た白のやつ、あ、これの普通バージョンがあるんだね。のこの超超超を食べたことあって、相当きつい。いやいや怖いじゃん、1回で食べきれないから2食に分けて食べるの。まあでもでもいけるよ。まあね、いけるでしょう。普通に好きだし納豆理由が適当だな。ということでですね、はい、今日はこれを今から早速食べていくんですけども、うん、じゃあ開けていこう。あ、開封。うん、じゃあこれ開けていきますよ。 見ててね。あ、すげえすげえ、納豆入ってる、ドライ納豆だ。で、ペヤングの火薬、これ先入れですね。あ、どっちも先入れ。あ、これ後入れだ。で、ちょっと待って、これ辛いソースじゃない？なんかね嫌な記憶しかないけど辛いの。あ、そういうことか。これが普通のペヤングってもっと薄いのが、この分厚い2倍ぐらいになったのが2個入ってんだ。じゃあお湯注ぎましょう、はい、ただねびっくりなの、これ 1.3 リットル必要だからね、水。1回のポットで入りきらない可能性あるんでこれ事件だ、ちょっと持ってくるよこれ。あ、ほ、いいの、うん、大事です。あ、気をつけて、マジ気をつけて怖い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 よ。じゃあはい。え、やばすぎじゃない？めっちゃ重いよね。やばい、うん、リアルこれ、え、やば、高さやばくない？拳ぐらいありますね高さ。じゃあこの乾燥している納豆、はい、はいはい、これをなんかこのままに、お、すげえ、え、ソースを入れる。うん、どんな匂いなんだろう。え、これで入れていいの？うん、こわ、これ辛そうだけど、うわ、納豆の匂いがすごい。え、あ、納豆のエキス入ってるこれ、もしかして。いや、入ってないと思うけど。じゃあ混ぜますよ。ちょっとワタル君の混ぜます。私がすごい納豆匂いする。ただこれ量がやばいな、真面目にやばいぞこの量。なんか大食い YouTuber だったらほんとペロっていきそうな量だと思うんだけど、多分私たちみたいな一般人が食べる量ではない。大食い YouTuber はアスリートですよね。じゃあいきますよ。いただきます。いただきます。一口目まずは。どうぞ。うん、味はいただきます。美味しいわ。あ、美味しい。なんか辛いってなんかちょっとレビューで見たけど辛くはないね。美味しいね。若干こうピリ辛だね。うん、なんか納豆のこのネバネバの舌触りが残ってるんだねやっぱね。うん、すごいな、ちゃんとね食感残ってる納豆の、うん、でも1日に最高一平ちゃんだったら3個食べたことあるよ。1日に3個？そう、1日だから朝昼晩みたいな感じで廃人生活してたんだけど、廃人になった時期がさ2014年ぐらいの時あったから、マジで何もやる気起きねえみたいな。そんなことない、小太郎くんは。最近お盆期間はそうかもしれない。今かい？なんでなんで？最近その仕事が忙しかったっていうのがあって、うん、こうなんかがっつりこう休みっていうのをさ、うん、取ってなかったのあんまり。うん、なんか真面目な話になっちゃうけど。いいよ。結局何を目的に仕事してるんだろうなって。ちょっと真面目すぎるなうん、え、早くね？嘘、ほんと？うん、ちょっと見比べてみる、渡ると私の、うん、ほら本当だ。あ、いや、いけちゃう。余裕かもしれない。あ、余裕だった。うん、あれ、さっきさ散々脅しだよね撮影前に。マジでいいのみたいなずっと言ってたんですよ。脅しあれもしかして。いやいや、本当に経験者語るで。え、でもさサッカー部時代さ、うん、結構食べてたでしょ。食べてた。食べさせられてたりとかもしなかった？食べさせられてた。だったらさその時の癖とかあるでしょ、多分食べれるでしょ。でも野球部とサッカー部だったら野球部の方が食べるよね。うん、もっと食べるのが柔道部みたいな。うん、でなんか野球部とか柔道部の人って、うん、学校が完備してる寮に住んでるじゃん。うん、でそういった寮の食堂とかご飯とかをこうひたすら駆け込んでるイメージ、うん、そう、あのね俺当時付き合ってた彼女いたの、いたんだけど、うん、寮に連れ込んだからね俺本当に男としてこのまま生きていっていいのかと思って、うん、ちょっと女の子といろいろと向き合いたいっていう、そういう
あの衝動性に駆られまして、うん、心は本当は乙女なのにとりあえず女の子をめでてみようっていう、うん、そういう期間だったの高校の時は、うん、自分の感情ちょっと確かめてた確かめてた、うん、でもね普通に女の子と付き合ってじゃん、うん、したらねドキドキより楽しいが勝っちゃうんだよね、うん、なんか同性といるみたいなだからどっちかというと友達なんだそう友達っていうかなんかもう本当一緒にいると落ち着くっていうか、うんうん、え女の人と付き合うとどういう感情になるの渡るは最初はこうドキドキってなるじゃん、うん、でドキドキからだんだん愛おしいになるなんかちょっとドジしてもなんだよこいつ可愛いなみたいな本当になるじゃんあ痛い痛い痛い熱い熱いあ大丈夫冷めてるからも結構さ女の子ってさいろいろと種類あるじゃん、うん、やんちゃ、うん、おてんば、うん、かわいいみたいな、うんうんうん、青木はね、うん、どっちかっていうとやんちゃの方に行きたいの、うんうん、行きたいっていうかもう来てるよやんちゃなんだよどっちかっていうと、うん、でやんちゃがなんかすごいギャップを与えられるんじゃないのみたいな、うん、なんかそういう風に思ってるのなんか食べる時とかもこうやって、うんうん、やんちゃってキャラを作ってるそうだねやんちゃってキャラ作ってるこうやって汗かいて食べる女の人ってあんまりいないじゃん、うん、そこを狙いたいんですよ私は、うん、その枠を取りたいのもう普通の可愛い女の子と一緒にいたってこんなね巨人みたいな170の私なんで対抗値できませんっていうことでのやんちゃの方向に行ったら特許取れるんじゃないのっていう普通にうまくねん水駆け込むからねやばいうん、しゃっくり今詰まったと思った皆さん気をつけてください一応冷房マックス熱い熱いけど美味しいなんか俺もいけちゃうね成長してるあ、でもまだ4分の1ぐらい残ってますねそらないごちそうさまでしたあれまだ残ってるじゃないですかごちそうさまでした頑張んなくていいんだよそんなにえそんなに頑張んなくていいいや全然頑張ってな いさっき花丸うどん食べたんだけどさいけるわあそうなんだ2時間前に私もさっき食べたよ何のキットカットでもまあでも一応私の方がちょっと早かった途中でスイッチ入ってたもんね対戦と、うんは行ってないけどもよくあるさあの小学生とかがさ 1500m 長距離走とかさあ一緒に走ろうぜみたいな頑張ろうぜみたいなで大体裏切るみたいな片方がそう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 なんか最初はねあ俺あんま本気出さないぜみたいな感じで装ってるんだけど、うん、周りが結構ねガチで走り出すとあやっぱ行くわみたいなそうあのいつも裏切られてたうん俺長距離学校でさ一番だった時とかあるからさ、うん、やばすごいねそれあるあるなんだけど、うん、外周とかでこう一周あたりさ、はいはい、700m800m をこう何周も走るコースがあるじゃん、はいはい、この時にビビの人に追いつくんだけどそのビビの人が周回遅れになりたくないからめっちゃそこだけ一生懸命頑張るっていうあー確かにそれプレッシャーすごいね後ろの人はめっちゃ多かったもうどうした今ギュフってなったけどえいや納豆が今どんぐらい残ってる今こんなもんもう今どんぐらい青木と渡るとのタイムの差が出てるかだよねえこれってあれなのいや競争じゃないけど、うん、でも普通に食べて私はあんぐらいのタイムだったから、うん、どんぐらいなのかなって渡るスポーツマンじゃん今もちゃんとスポーツやってるしさスポーツマンやってるでしょ夜のあ違う別にそういうことじゃなくてジム行ってんじゃん最近ちょっと行けてないんだよあ行けてないの、うん、お腹いっぱいいや普通にあとカップラーメン一杯ぐらいはいけるえ本当にカットするから実際はどうきつい使ってくださいお年入れられるえじゃあ花丸うどんは本当花丸うどん本当あ本当なんだ何食べてきたの花丸うどん食べるって分かってんのにお腹空いちゃったから温玉ぶっかけの冷たいの小あー小なんだじゃああれですねやっぱり私の方が食べれる伝説は揺らぐことはなくはいどう頑張ったね頑張ったっていう感じですね今回は超大盛りギガマックス納豆キムチを完食仲良く2人でしました他の YouTuber さんもなんかうわー苦しいみたいな言ってらしたんでちょっとビビってたんですけども、うんうん、案外まあ私は空腹の状態で食べたんで美味しかったですね、うん、なのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください私はこんなタイムだったよみたいなあったらぜひ教えてください教えてくださいということで今日の動画は以上です少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタンチャンネル登録評価お願いします
私のインスタグラムとわたるのノートを画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。マジじゃん。え、ようやくどっちが上なのかが証明されたね今日で。すごい気持ちいいわ今日は。